ボクシンの午後は、クロード・ドビュッシーの管弦楽曲、ボクシンの午後への前奏曲に基づいて作られた、バレエリュスのバレエ作品。レオン・バクストが美術と衣装を担当し、同団の花形ダンサーであったバーツラフ・ニジンスキーが、初めて振り付け、主演を務めた。バレエの筋書きは、ドビュッシーの作品にインスピレーションを与えた、ステファン・マラルメの詩半ン・ジの午後によっているが、振り付けは、 古典的なバレエの様式をすべて否定した、モダンダンスの元祖とも言うべきものであり、露骨な性的表現と相まって、1912年にパリで初演された際には物議を醸した。バクストによる牧神のデザイン。片足が裸足。ギリシャの壺へ。ニジンスキーの振り付けに影響を与えたとされる。牧神が岩の上でブドウを食べていると七人の妊婦が現れ、水浴を始める。 浴場した牧神は岩から不利妊婦を誘惑しようとするが、妊婦たちは牧神を恐れて逃げ出してしまう。一人残された牧神は妊婦の一人が落としたベールを拾い上げると、それを岩に敷き、自らを慰める。バクストのデザインによる牧神は牛を連想させるブチ模様の肌着に金色のカツラとサンダルという姿であった。 あらゆるセンチメンタリズムを追放すると宣言したニジンスキーの振り付けは古典的なバレエのステップを全面的に排除した極めて独創的なものであり舞台上のダンサーは常に観客に対して横を向いたままゆったりと左右に動いた独特の二次元的な姿勢については1910年夏にニジンスキーがルーブル美術館を訪れた際に古代エジプトの絵画を 見たことが影響しているとされているが、ニジンスキーに影響を与えたのは、エジプトの絵画ではなく、同美術館で展示されていた古代イギリシャの壺ぼだとする、説もある。ラストシーンでは、妊婦が残していったベールの上にうつ伏せになった、ボクシング画家腹部に手を入れて、G の動作をし、腰を軽攣させて、性的な絶頂を表現する。性的なテーマが、これほど露骨な形で表現された。 舞台作品というのは前代未聞であった。バレエリュスの主催者、セルゲイ・ディアギレフは、振付監督、ミハイル・フォーキンの能力に限界を感じ、新しい振付師として、同団の中心的ダンサーの一人であり、同性愛の相手でもあったニジンスキーを起用しようと考えた。ディアギレフがニジンスキーに対し、ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲に基づくバレエを、 提案したのは1910年夏頃と考えられており、ディアギレフの予定を記した黒い手帳の9月のページには1911年の演目として牧神と大いなる生贄が記されている。この後、ニジンスキーは妹のニジンスカを助手としつつ約2ヶ月間かけて牧神のここを振り付けた。ただし、バレーリュスの上演作品は全てフォーキンが 振り付けける契約になっていたため、放金の離反を恐れたディアギレフは極秘裏に計画を進めた。牧神の午後の振り付けは1910年末には完成し、1911年初めにニジンスキーのアパートでディアギレフとバクストに踊りが披露された。しかし、古典的な舞踊の訓練を受けたバレリーナにとって、ニジンスキーの独特な動きをマスターすることは極めて困難であり。 さらに4月のモンテカルロ公演の準備が重なったため、牧ンの午後の初演は1年後に延期された。牧ンの午後の初演は、1912年5月から6月にかけてパリシャトレザにおける第7回セゾンリュスの中で行われた。牧ンは、ニジンスキー、7人の妊婦のうち最も重要な第7の妊婦は、新人のリリア・ネリドバが踊り、ニジンスカは、第6の妊婦役であった。 公式初演の前日5月28日に関係者を招いて行われた公開リハーサルは招待客にキャビアとシャンペンが振る舞われるという力の入れようであったが、あまりにも革新的な舞台に招待客はあ然とし、幕が降りてもなお2、3分もの間、客席は沈黙に包まれたままであった。このため、工業主ガブリエル・アストリュクは観客に向かい、 このような新しい作品は一回見ただけでは理解できないのでもう一回やると説明し再度上演させた。ドビュッシーはこの時見たニジンスキーの振り付けに対し後日のインタビューで極めて批判的な評価を述べた。翌5月29日に公式初演が行われたがこれまでの舞台で観客を魅了してきたニジンスキーの華麗な跳躍は全く見られず登場人物が ギクシャクとした動きで行き来する平面的な舞台に多くの観客は戸惑い、最後の G 行為の演技に至って、ほとんどの聴衆はこの作品を、マラルメやドビュッシー、バレエに対する冒涜であると断定した。演技中は、客席が騒然となることはなかったが、幕が降りると拍手に混じってブーイングが起こり、ディアギレフは前日と同じく、もう一度最初から演技させた。 初演での観客の反応にもかかわらず、翌日の新聞各紙は概ね好意的な批評記事を掲載したが、ルフィガロ紙では編集長、ガストン・カルメット自身の筆により、牧ンの午後を上気を一視した見せ物と断崖する記事を第一面に大きく掲載した。ディアギレフは直ちに抗議の文章と、マラルメの友人であったオディオン・ルドンと彫刻家、 オーギュスト・ロダンによる牧神の午後を擁護する文章を持って編集室に乗り込んだ。カルメットは公平を期すためにこれらの文章を翌日の新聞に掲載した。この文章においてルドンはマラルメがこの舞台を見ることができなかったことを惜しみ、ロダンはニジンスキーの演技を古代のフレスコ画や彫刻の美に例えて賛美した。この騒ぎのため牧神の午後は パリの人々の注目を集め、その後に行われた公演のチケットは完売となった。2回目の上演からは警察が立ち会ったが、ニジンスキーがラストシーンの表現を若干穏やかなものに変更したこともあり、大きな騒動には至らなかった。一方、6月8日に初演されたホーキン振付によるダフニスとクロエは、ボクシンの午後の話題の陰に隠れてしまい、ホーキンはこれを機に、 バレエリュスを退団した。牧ンの午後はこの年だけで15回上演され、12月に行われたベルリン初演も大成功であった。こうして、モダンバレエの最初の作品とも言える、牧ンの午後は人々に受け入れられた。放金を失ったバレエリュスではニジンスキーが、遊戯、春の祭典を振り付けけるが、ニジンスキーは勝手に結婚したことがきっかけとなってディアギレフに解雇された。 それでも、ボクシンの午後はバレエリュスのレパートリーとして残り、レオニード・マシーン、ニジンスカ、レオン・ボイジコフスキー、セルジュリー・ファールらが、シン役を踊った。1929年に、ディアギレフが死去し、バレエリュスは解散となるが、第二次世界大戦までに、マリー・ラン・ベートのバレエ・ランバート、マシーン・トルネブルムのバレエリュス・ド・モンテカルロ、バジル・大佐のバレエリュス・ド・モンテカルロ、 アメリカンバレーシアターなど数多くのバレーカンパニーがバレエリュースのダンサーたちの記憶に基づいてボクシンの午後を上演した。戦後には1976年にパリ国立オペラがレオニード・マシーンとロモラ・ニジンスキーの記憶に基づいてニジンスキーの振り付けを再演し1980年にはジョフリー・バレエ団がバレエランワートでの番を復活上演した。一方、 第一次世界大戦中にニジンスキーが独自の方法で書き残した舞踊譜は戦後になってからアン・ハッチソン・ゲストやクラウディア・イエシュ・ケラの努力によって解読され一般的な舞踊寄法であるラバノーテーションに翻訳されて出版された。これによりニジンスキーの振り付けは完全に近い形で再現されるようになり1988年には ロイヤルバレースクールによるビデオ収録。翌1989年には、ジュリアード音楽院による復元上演、グランバレーカナディアンによる劇場公演が行われた。現在、牧神の午後は、上記のほニ妊婦が一人しか登場しないデュエット版、牧神しか登場しないソロ版など、様々なバージョンにより公演が行われている。ありがとうございます。